はい、どうも、かちゃんの古川です。今回なんですけども、ユーカリについていろいろ話していこうと思います。ユーカリっていう植物がありまして、ほとんどの人が知ってると思います。お花に興味ない人とかでも大体の人が聞いたことあると思うんですよね。で、なんで、大体の人が知ってるかっていうと、おそらく、コアラの食事ということで、皆さんご存知かなと思います。ユーカリ自体がオーストラリアとかね、イタリアが原産国になりまして、特にオーストラリアではもう自生もしてるし、育成もされてるし、まあ、本当にたくさんあるような感じですね。で、全然違う話からなんですけど、コアラってユーカリを食べるんですけど、だいたい20時間ぐらい睡眠するんですよね。で、なんで20時間も寝るかっていうと、ユーカリに毒素があって、その毒素を分解するために、20時間ぐらい寝ないといけないそうなんですよ。じゃあなんで、その毒素のあるユーカリを食べるかっていうと、他の動物が食べれなかったり、他の動物が近づいてこないっていうので、まあ、自分のね、食事と命を守るっていうために、ユーカリを好んで食べるようになったそうです。で、ユーカリってもう世界的にもすごい人気で、もちろん園芸の方でも人気ですし、アロマスプレーとかアロマオイルとかにもできるっていうのと、あと切り花としてね、僕らお花屋さんとかがすごいたくさん使うっていうのもあって、もう本当に世界中で、たくさん使われてます。ちなみに、ユーカリっていうのは世界で600種類以上あるで、僕はまあ聞いたことあるんですけど、600種類以上あって、でもそのうちの、まあ、やっぱりね、切り花とかとして、日本に輸入されるものはもうそんなにたくさんはないんですけど、まあとにかく種類が多いということ でもちろんね、日本に入ってくるものとか日本で育てられてるものとか合わせてもそんなに種類はないんですけど、まあ、僕らがよく取り扱ってる市場から買えるものとして、まあ、よく見かけるものとして、一旦紹介しようと思います。まずこちら、グニユーカリというんですけども、まあ、600種類もあればね、形が結構似てるものとかって見分けがつきにくかったりするんですけど、おそらくこれはグニユーカリだと思います。はい、こちらがマルバの、ポプラスと言います。ユーカリポプラス、もしくはユーカリポプルスとか、まあ、ちょっと国によって、ね、読み方が違ったりします。次こちらがグレッグソニアーナだと思うんですけど、笹葉、このね、笹の葉っぱみたいな感じなので、笹葉の、グレッグソニアナというものです。で、実物がね、今日あるものだけの紹介になってるんですけど、煮物とかも可愛くて、こちら、ベルガムナッツといってね、この実がベル型になってるんでベルガムナッツと言われるものです。はい、こちらがね、グロボラスとかグラボラスとか、まあ、そんな感じの呼び名になってます。でね、ちょっと名前が分かんないんですけど、こういう実であるとか、はい、こういう実であるとか、とにかくね、実物とかつぼみとかもすごい個性的で、その辺もまあ魅力の一つなのかなと思います。合わせて、めちゃくちゃドライフラワーに向いてる。もうほとんど、まあ、確かに多少は痩せるんですけど、ほぼその形とかはね、そのまま残る感じでドライフラワーになるっていうのも、まあ、人気の一つかなと思います。園芸とかでもね、僕結構育ててたりしたんですよ。だいぶもう何年前だ、20年ぐらい前かな、はい、育てたりしたんですけど、まあ、残念ながら今は残ってるものは一つもないんですけど、やっぱり育てても楽しかったし、特に鉢植えじゃなくて地植えにするとすごい大きくなって、もう収穫し放題っていう感じなのでね、本当にまあ、魅力が多すぎてちょっと伝えきれないぐらいの感じですかね。でね、今回なんで僕がユーカリの話をしようと思ったかっていうと、理由がありまして、でその理由は何かっていうと、こちら、何の変哲もないユーカリに見えるんですけれども、これね、レインボーユーカリっていうユーカリになります。知ってる人いるのかな、ちょっと分かんないやつ多い、知ってる人が多いのか少ないのか分かんないんですけど、このままだとちょっと分かんないんですけどね、これ毛になってしっかり幹が太くなると、幹がね、
虹色になるそうなんですよ。まあ、調べてもらったらね、レインボーユーカリっていうのを調べてもらうとすぐ出てくると思うんですけど、今回はこのレインボーユーカリっていうのをここ見つけて、初め種しかなかったのかな、でも他をちょっと探してみたらこの株があったので、まあ、種はねもうその発芽するかも分かんないんでちょっと怖かったんですけど、ただまあこれはね騙されてるからもそれもありますかね、何の変哲もないユーカリをレインボーユーカリって言って送られてきてるかもしれないんですけど、まあとにかく信じて育てていきたいなと思って、これの話をしようという動画でした。でこれをねさすがに気にするにはやっぱりもう何年もかかるので、ちょっと一つの動画に収めることはできないんですけど、まあしっかり地植えとかして、レインボーになったらまたいずれ、紹介したいなと思います。成功しますように。でさすがにこのままねちょっとユーカリの話してレインボーユーカリの話するだけではちょっと終われないので、最後ねなんかちょっと作ろうかなと思っております。まあ、さっきねいろいろユーカリを紹介したんですけど、他にもまだユーカリ買ってて、これバルボラユーカリだったかな、本当にたくさん名前がありすぎて覚えきれないんですけど、他にね銀世界とかテトラゴナとかねいろいろあるんですけど、またユーカリの品種っていうので調べてください。で、今回ねこのバルボラユーカリっていうのを使ってリースかガーランドを打っていこうかなと思いますので、最後よかったら流し見でもしてもらえたらいいかなと思います。それではいきましょう。Yeah, sometimes we'll feel alone. In a second, I'll be right there. Turn around, let it
let it rain, turn around and let it rain.